初球か、まあ、2ボールだとか、まあ、2ボール1ストライク、こういうカウントではもう必ず、ね、ゾーンに入れば振りますからね、はい、あまりストライクはいらないと思いますよね。そうですか。いずれもボール球に手を出して2ストライクになりました。しかしここは明らかにボールになります。なる球だ。ここから変わりますからね、バッターっていうのは両方見ますから、はい、やはりその前に空振りしたものをある程度こう重点的にするでしょうからね、はい、さあこれで3ボール2ストライクになりました。さあ今のでストレートを少し挟んでおけば、次にか、ね、変化球投げても振ってくれるんでしょうけど ね、そうですね。先に変化球が来ました。カーブが来ましたね、さあここは最後どんなボールをチョイスするのか、吉川そして鶴岡のバッテリー。外よく見ました。柳田、吉川としても思い描いたところに、ね、コントロールしたと思いますが、だからもうバッターとしたら内側に来ないというのがありますから、やっぱりこれ踏み込んでますよね、あれだけね。そうですね、今左右足がかなり踏み込んでいました。あれがストレートがインコースでも外でもいいですから、早く見せとけば、はい、そこから振ってくれるんでしょうけどね。なるほど。だからボールの使い方ってやっぱり難しいんですよね。空振りしたからもう一度投げたら空振りするかっていう、そういうわけでもないしね、はい。今でも外に目がついててよく見逃しましたよ ね、 そうですね。つい振ってしまいそうなコースだったんですよね、だから手が出なかったという感じじゃないですもんね今は、はい、まあ、それだけキレも良くないということなんですかね、はい、さあこれで満塁になりました。2アウト満塁でバッターボックスには今日は6番セカンドに起用されているリー・トゥーシェンです。左キラーのリー・トゥーシェンが右バッターボックス初球まっすぐを振っていきました。はい、左ピッチャーに対しては3割9分1厘という高打率を誇っています、リー・トゥーシェン。吉川に対しても4打数3安打ホームラン1本放っています。さあホークスとしてはここ先制点は何としても奪いたいシーンになりました。2アウトですが満塁です。吉川はちょっとピッチングに苦しんでいるこの立ち上がり。まっすぐが外れています。これでワンボールワンストライクになっています。ね、球のキレっていうのはいいとは思うんですけどね、はい、そのキレのあるボールを今一つコントロールできていないという状況です。だからまあ両サイドの緩急もないし、その速い遅いの緩急もあんまりこうないから、なるほど、見やすいのかもね、合わせやすいというか、はい、ここは変化球が決まっています。これでワンボールツーストライクと追い込みました。まあ、いい時の吉川というのはまっすぐも本当に手がつけられないというか、全く手が出ないようなね、威力のあるまっすぐを投げますもんね。今日はそのまっすぐも高めに浮いている、スライダーのキレも良くない。じゃあここはどうやって抑えるのか。左キラーのリー・トゥーシェン、ワンボールツーストライクと追い込まれてはいます。空振り三振、最後は144キロのまっすぐでした。ピンチをしのいだのは吉川、そしてチャンスを逃したのはホークスです。最後まっすぐど真ん中じゃないですか。外まっすぐですよね、外を狙ったのが、ね、まあ、ちょっと真ん中来てますけど、でもこれぐらい腕振られたこのボールのキレじゃちょっと打てないでしょうね。なるほど、最後は腕をよく振った吉川、2アウト満塁のピンチをしのいでいます。1回終わって両チーム無得点です。